ちらまで言うとなんか吉田院長にまたちょっとあのね今度行った時にバキバキバキってやられるんですけど私優しくしてもらえそうだね、ちょっと今の、ね、やばいね、これね。いやでもこれ結構うん、あのご希望通りに作ってくるんです。なんかこれは下流で、あなんか私は下流らしくて木の竜らしくて魔法王これはなんか世界禁じりそうっていう。あ確かにどういうことそれでそれ以降はもうちょっと魔王とかキングアとか。でも私今日着てる服がね、こういうこう夜景が入ってるんですけど、私これをあの私も魔法使いになりたいっていう子がいて、今大学生の子だけど弟子入り志願されてる子がいて、でその子と一緒に服を買ってる時に、もうこれいいじゃんって私が言って、あ似合いそうですね。なんかデザインの話を彼女がしてくるから、でそうじゃなくてなんかほら世界が私の手の中にあるみたいじゃないっていう発言をしたら、服選ぶときにそんな考え方しますって言われて、まあそんな二人だからこそ昨日出会ってもこんな、そうだねこれだけの私はもう次は世界は任せた、宇宙は預かねらう、イエーイ稚魚っていうのがあのそのブルーの水流を持ってる、世界は任せた、あとは宇宙を狙うとかとかね、この間なんかちょっと空手の試合があって、その時にシャネを見たなんか地球にこう思って世界は任せたすると私あれだやばいなっていうのは、私こう、まあ、カウンセラーとかスピードカウンセラーをやっているので、まあ、いろいろツイッターとかもよくわからないツイートするんだけど、私が宇宙だからって言ってる。あ宇宙が私のものというより、私が宇宙だからっていう、私は狙われてるってことですよね。ゆいちゃんを私が狙ってるってことあ今ね、もう冷静に考えてて、あっと狙われてる狙うぞハイビスカスハイボールで充電みたいな。私世界とか牛耳ってる場合じゃないよ。狙ってるよ。狙われてた宇宙狙ってっからいやー宇宙だよね。姉さんもね一度世界征服はできなさそうなんで、あついでに世界征服も宇宙征服もしたかな。世界なんかちくちく狙ってるよ。宇宙ガスって使ったんじゃん。宇宙ガスって使ったんじゃん。勝手に世界があったら。ゆいちゃんが宇宙なんだよ。私が宇宙なんだよ。ガスって使って、私が。話が早かった。まさかこの沖縄の居酒屋の一角で行われることではない。そうだね。本当に。魔王って怖いね。ひど沖縄のある居酒屋の一角にね、宇宙を。狙うとかそして今まさに捕まれようとしている。ガスガスガス私飲んでないよ。シラフでこれだからね。いや飲んだらどうなんだろうって感じ。私飲むとダメな、ペロン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 になりきれない。ペロンペロンもうなんかふわふわしてる。可愛い感じだね。普段から地上3センチぐらいを歩いてはいるんだけど10センチぐらいに浮くらしい。あそうなの。ふわふわしてる。これぐらいがこれぐらいになると思うんです。打ち上げとかであの高校生のミュージシャンとかに大丈夫っすかつって笑われて、なんというピートさん可愛いいいね、可愛いって言われるって。私なんかもういつまでたってもずっと飲んでるから周りがパタパタ倒れていくっていう現象の、あれあれみたいな、ね、プロレスラーさんとも一緒に飲んでる。プロレスラーの人もだってすごい飲めるでしょ。うんうん、すごい飲める感じだと、プロレスラーの人より飲める感じだ。いや、あのね、あの私がその楽曲を提供するビッグバンドっていう、まあ、タッグチームがいるんですけど、その片方のポリガーさんが、あけぼのとビール対決をして勝った人なんですよ。
あけぼのってまあ飲める人だよね。あのあけぼのと一騎打ちで勝ったボディが、この間一緒にご飯食べてる時に、今度は一緒にいた音楽仲間に、ボディがさんにとって、すごく強い人って、じゃあ誰ですか？今までなんかボディがいて、いや俺が最強だって言ってたんだって知らないけど、そしたらあっさりそれはずさんでしょって言われちゃって、数字数字ですごいレッテル貼られた感じだよね。デレスケみたいな、魔王キング。最近ね、その稚魚のお母さんにキング稚魚って命名されました。私よくわからなくなってきた。いろんな名前がちょっと困るね、本当。なんか私最近こう華奢な女に生まれてみたかったなとかいろいろ言ってたけど、私あずさんの前でちょっと可愛いかもしれない。間違いない間違いない、それは間違いない、間違いない。なんか私ね、あの長野のバンド界隈の子たちに姉さんって呼ばれてるの。で、私なんかどこ行っても姉さんってつけられちゃうから、なんか私より姉さんはいないわけって思った。アジョンプと音楽探偵アズネーって呼ばれる。そう、私もう本当に高校ぐらいからどこ行っても姉さんって私より年上のミュージシャンと一緒でも姉さんって呼ばれる。あー、でもそれはあるある。そう、最近はもうユーチューブとか入って魔王とかキングアズだからね。いた、ここに涙が出てくる。ハビスカスハイボール美味しい。私より姉さん。そうなんだよ。いやでも今回の沖縄は本当にね、いい出会いをしたんですよ。今日ね、あの昨日ゆいちゃんに会って、そのホワイトライオンの話をして、今日番組でね、ホワイトライオンの番組に出てもらって、でその時にもう一人、そうそう、あの PA をね、宅を入れてくれてた小鍋という方がいるんですけど、ねえ、まさかね、彼女は。そう、彼女がね、あのメディカルジャズオーケストラといって、沖縄 の病院の先生たちとジャズのオーケストラを組んでるんですよ。で、彼女がどうも広島、長崎のそういうね、ジャズオーケストラの人たちと一緒にやろうっていうプロジェクトがもうすでにあるんですって。それを今日聞いて、私がそのホワイトライオンの販売計画を広島、長崎、沖縄に譲れてて変ですけど、寄贈させていただくっていう話をしてて、まさかのそこでつながったんですね。そうそうそう、昨日の夜から今日の夜にかけて、まさかの、まさかのつながる、もうミラクルみたいな。そら酒も美味しいぜ。でもすごい助けられた。編集不可能だもんね。生放送は編集不可能ですけど。もうね、でもまあまあ、あれがアジですよ。沖縄の皆さん、あれがアジです。ぜひね、あのアーカイブも上がると思いますので、お聞き逃しの方は何度でもお聞きください。ちなみにゆい子はあれです、あの毎週あんな感じで喋ってますから。いいなぁ、このトーンだもんね、大体。そうそうそう、なんかふわっとした感じで。そうだな、常にゆるゆるとふわふわっと言いたいことを言って、ね、かけたい曲をかけて、呼びたい人呼んで。あのね、ゲスト、まあ、あの昨日初めて会ったから今日ラジオ出ましたっていう人は もちろん全体に問題あるんですけど、今日一緒に遊んでたからっていうノリでミュージシャンが出てきたりとか、そういうのはある。いや昨日は本当にただのギャグだと思って、ギャグって言ったね、本当にただのこう社会じゃない、うん、社交辞令だと。まあまあ番組でも間違って、なんで社会辞令って言ってた。すごいなんか物々しい感じですよ。社交辞令かなと思ってたら、本当でした。そうなんです、びっくりしちゃった。まさかね、でもマッサージに来たお姉さんがラジオ持ってるとかないからね。そうそう、バイオリニストだって聞いて、
まず人びっくりでしょ人びっくり、人びっくりで、ボーカリストになって聞いて2びっくりでしょ。でラジオ番組持ってるっつって3びっくりだよ。なんかの法則見てませんか皆さんみたいな電流が流れる的な本当だよ。覚えてないけどね、こんなんね、フレミングの法則、そうそう、ね、で右手の法則も左手の法則もあったよね、うん、なんかもう何が何なのか知らないけど、つながっちゃったのかざっくりだなうわざっくりだな、でも沖縄だしいいじゃんでもなんか今日もそのガンガラの滝にしたら流れてない、ガンガラの谷に、そう、ガンガラの谷にいたそのカイドさんも、しかも沖縄の人はもう大雑把なので、すごい、あの階段のその段差がまちまちって、あ、ガンガラのね、そう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 、みたいな、なので最後まで気を抜かないで階段登ってくださいって言われて、そうですそうです、気を抜かないでだってね、一個一個測ってたら明日になっちゃうから、あ、そうだね、すぐ測れないかすごいな、そういうね、なんかそういうふわっとした感じが、私今の話聞いて、確かに私縫い物とかするときあんまり測んない抵抗だったらいいかな、例えばあのこういうものを入れるポーチが欲しいなと思ったらこういうものをボンって置いて、あ、じゃあこれぐらいだなっていうのを聞いて筒にしてジッパーをつけて、あ、ジッパーもいい感じのやつがあったじゃんみたいな感じで、マジか、すごいな、いやでも本当に全てが緩い、ゆるゆる、本当にこのトーンでずっと喋ってるからラジオ、ね、はい、ゆいこですみたいな、曲始まりましたみたいな、だから曲からちゃんと番組名と曲名と、あと次というか毎回いつやってるのかをちゃんと言ってくださいっていうのだけは言われてるから、それだけは入れるっていう、いやいや、アズリューなんか不定期だもん言えないじゃない言えない、なんか気が向いたらアップしますみたいな、で私自分の告知ブログも持ってるんだけど、自分の告知とか全然しなくて緩すぎて、でもあのゲストに来てくれた人のとか、あ、告知しなきゃなと思うから、うん、たまにあげる、はいはい、なるほどね、お、すごいな、なんかもういつもね、まあ、飯食えよっていうやつですねこういう写真を、ね、送ったわけで、ね、食べてるよって、こういうね、うん、ゆいちゃんも食べました、もう食べましたよ、はい、ね、でお疲れ様って食事の後に言う言葉じゃないよね、お疲れ様ってどんだけだよ、どんだけ食べてないんだよ普段すいません、ほんとすいませんって感じですよね、いやいや、もう最近あの貞子ピアニストのりんちゃんとその授業からダブルパンチですご飯食べてくださいね、で授業から飯食えやすいません、食べなくちゃいけない、それなんかわかるんだよね、ほっといたら食べない、そう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 、気が向かないちょっと忘れるじゃん、なんかぼーっとしてたら時間が経ってるんだよね、ねえ、なんかね、結局前とかとかもね、チーマミが美味しいよ、ピーナッツだっけ、ピーナッツ、ピーナッツ、チーマミがピーナッツ、おー、すごい、チーマミ、いただきます、これね、甘くしても辛くしても美味しいの、チーマミ、ほんとだ、美味しい、え、なんか大阪の食べ物と全然違う、もちもちしてる、うん、なんかたまにプリンみたいなやつがある、あー、そっちの方が多いかな、大阪は美味しい、美味しい、だよね、そう、ジーマミ、まあ、落花生の豆だから、うん、の男、
すごい、美味しい。お家で作れるんだよ、簡単に。何かのお菓子だ。ジーマミー豆腐をそんなになんかみんながフィーチャーしてすごいなんか高価なものみたいに言ってるのがよくわかんない。まあ、うん、でも高価だよ、やっぱ向こうで。ねえ、お家で作れるやつ。どうやって作るの、ほら。私もよく知らない。ダメじゃんね。その辺が緩い。おばあの味のうちんちゃんだって、家で作れるはずなのに作り方がわかんないんで。そう、なんか、結婚してる時にそのお家が作ってたよっていう。なるほど。嫁作らずって。そうなんだ。そう、じゃあ、シュートの方が頑張って作るからね。どうやって作るんだろうね。すごい、なんかトルコアイス張りに伸びるな、これ。ビヨンって。すごい。うん。落花生の味がする。じゃあ、そうか。ジーマミー。ジーマミーのジーが何だろう、なんだろう、ジーマミー。マミーは豆だよ、ね。うんうん。さあ。ダメだよ、ジーは。グーグル先生、グーグル先生、出動、そのため飲む。おいしい、たまらん。おばあちゃんを飲んで。地面の地だよ、地今の地。地面の地。地面の豆、落花生の豆。そうだ、そうだ、あれ地面に生えてる豆。ざっくりだね、ざっくり。沖縄の言葉ざっくりだね。さすがざっくり。びっくりした、地面豆。地面豆、地面豆の豆腐。地面豆豆腐。まんまだね。地面に生えてた豆で豆腐作りました。中に根っこに出ましたみたいな。根っこといえばそのガンガラの谷で始まる。始まる。でかかった。なんかあそこまで来るとなんか仰々しいっていうか。すごい物々しかった。でかいなと思って。うん、でもなんかガジュマルって歩くの。え？なんか。歩くんですって言ってたから、お帰り歩きません。なんか出た。ガジュマルって歩くんだと思って説明してたんだけど、なんか栄養がになるものがなくなったら、なんか上からなんかビローンってなんか垂れ下がってた。ああ、そういう意味か。で、なんか根を張って徐々に徐々に前に進んでいく。確かに、その根っこが要は栄養分のあるところにどんどん伸びていくのと、あのヒゲ、はいはい、みたいな。ヒゲっていうか、ブロンで、なんか粒みたいな。確かに。で、あれが歩くみたいな。歩くというか、まあ、本体がね、うん、徐々にこう、あ、栄養分のある方に伸びていく、太くなっていくというか。それを、だから、ガジュマルの木って、なんか一本の木なのに、すごくこう集合体に見えるような木をしてる。確かに。びっくりした。なんか私たちからすると公園とかもう学校に生えてる普通の木だから。あ、そうか、そうだね。確かにね、ガンガラの谷とかって結構ね、戦争中とか、うん、なんか昔とか昔からのものだから、栄養のない時代にもね、生えてたであろう木なんだけど、私たちが見てる公園とか学校だってもぬくぬく育てられるから、そんな歩くとかなんとかあの木なんじゃないの。そっか、歩くっていうね、歩くんだ、ガジュマルってとか怖えとか、ね、あの想像するようなこれではない。ついついね、頭ではそれを想像しちゃった。なんかね、もう頭の中マンドラゴラとか出てきたよね。そうそう、ドキドキしてます。私はガジュマルくっつけてきたらどうしようとか。つけてこないから。どんだけの速度で。何年の話でしょ。そうだよね、なんか押すがつくからね。なんかガジュマルが家にいたらびっくりするよ。
どんだけ生えるの。あれでもすごい大きくなるから、うん、植木で持ってって育ててた子とかがどうしようって言ってたけど、育つの早いの。あ、早い、うん、そんなに早いとは思わない。そんな大きくなるんだったら、ね、家一軒買ってからだよ。家一軒買ったとしても猫が隣に伸びてきたんですよ、自分にあるから。隣の家に出るだからこそ公園とか学校にある気なんだろうけど。ああ、ね、すごいボコッとガジュマルの根っこが出っ張ってくるから、竹生やすのと同じくらいちょっと気をつけないといけない気ではある気がする。隣の庭に竹の子生えちゃったりとかね、よくある話。そうなんだ、うん、あでも、ほっとするけどね、見てたら、うん、なんかでも好き、エネルギーがすごい柔らかい、うん、丸いというか、うん、鳳凰木、鳳凰木も好き、うん、私、個人的に大谷渡りが好きで、あ、私もあれはガジュマルに寄生するの。そうそう、大谷渡さんでしょ。なんかね、シダ系のね、木に寄生してる方、木ではない。どこにでもいるんだな、大谷渡さんって。なんかそんじゅくにもね、そうそう、なんか河原屋根にも、あ、そうそうそう、あるある。すげえな、大谷渡さん。しぶとく生きる、大事ね、大事、しぶとく生きよう。するとき来てやる、うん、ここにもいたのね、そんな感じになろう。大谷渡さんになろうなろうっていやいや、っていうことでですね、打ち上げの歌がまだまだ続きますから、ここにですね、ゆうちゃんにもやってもらいましょうね。アジブでわっしょいパチパチパチって、